オリンパスライブ2021へようこそ。ナビゲーターの高山遥です。今回は野鳥ウィーク、菅原貴則先生による鳥認識 AF で始める野鳥写真をお届けします。それでは先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。写真家の菅原貴則です。私は主に野鳥を専門にしていろんな写真を撮っているんですけども、その中からですね、最近 EMIX の新しい機能ですね、鳥認識オートフォーカスを使って撮影した野鳥写真を見ていただきながら、皆さんに野鳥写真を始めるにはね、どういうところから始めたらいいのっていうのをご紹介しつつ、最近撮った作品の方もねご覧いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。鳥認識 AF ね、皆さんきっと、ね、楽しみにしてると思います。はい、今は、話に出ましたけどもね、昨年末にですねリリースされた新しいファームになります。はい、気になっている方も多いと思います。念願のね、やっと入りました。まあ、そもそも鳥認識オートフォーカス AF というのがどういうものなのかってところから解説していきたいと思うんですけども、そもそも野鳥を撮るときにはですね、オートフォーカスのエリアというものを細かく設定してあげる必要があるんですね。例えば従来の場合であれば、こうやって鳥をまずは真ん中に収めることを考えたときには、中央1点とか言うんですけども、このように緑の枠で示したみたいなですね、小さい枠を作ってあげる、設定してあげる必要があったりします。でだんだん野鳥写真に限らず写真を撮ってくると、今度は構図を決めていろいろ撮ってみたいとか思うわけですよね。はい、そうするとじゃあ今度鳥の頭を上の方に置きたいって思った時には、緑の枠を上に移動させてあげたりとかですね、そういうことを都度してあげる必要が出てきますし、これ今1点という非常に狭めた枠になってますけども、鳥の動きが大きいものだったり、まあ動き回っていることのが鳥は多いので、そういう場合にはこうやって、ね、この場合ですと 3×3 の9点とか言いますけども、ちょっと広げてあげたりする必要があります。まあ、これって慣れてくるととっさにできるようにはなるんですけども、やっぱり最初はどうしても苦労してしまうところなのかなと思うんですよね。よく質問が多いですね。まあ、講座なんかやっててもやっぱり最初つまずかれる方が多いです。まあ、こういうことですね。撮りたいものによって大きさを変えてあげる、場所を変えてあげる、これがですね、鳥認識オートフォーカスっていうのは、これを自動的にやってくれるものだと考えるといいと思います。例えば左上の写真のように、ボケーっとファインダーの中に鳥らしいものが出てきたときに、まずは白い枠が出てくるんですけども、その状態でオートフォーカスをオンにしてあげると、例えばシャッターを半押しにするとか、そういうふうにしてあげると、鳥をカメラが見つけてくれて自動的に顔のところにですねピントを持ってってくれるという機能です。ちょっと動画撮ってきたのでね、見ていただこうと思います。ありがとうございます。まずまあ、普段であれば AF エリアの設定っていうのは画面で見るとこういう感じですね。ちっちゃくしたり広くしたり、あと僕の場合はこうやって横長縦長とか、ちょっとここも気になる方多いと思いますね。先生はあの作ってるのねって言って、そうなんですっていうのを都度変えるんですけども、で例えば今までの CF だとこれ今9点ガラスワンちゃん、そうするとまあ鳥の動きをね、鑑みてちょっと広めてるとはいえ、例えば鳥を上に配置したい、下に配置したい、要は空間のどこ、どこに空間作るかによって都度変えてあげてたのを、鳥認識 AF をですねこうやって起動してあげたと。今起動、そうすると出た出た、こうやって鳥のね顔を今ちゃんと認識して、ね、今画面の左から右に鳥が行きますけども、ね、ちゃんとついてってくれると、こういう機能ですね。いやこれ先生の目線が見れていいですね、カメラ上ね。これちょっとなんかワクワクする。ファインダーの中ってなかなか人にお見せできないので、そうそう、なんかちょっと今興味ある方も多いとは思います。まあ、あの基礎的な設定方法なんかは、まあ、EMIX の場合ですけども、まあ被写体の検出対象を鳥にまず知っておいた上で、CF プラス TR トラッキングですね、これを起動します。はい、でその上で、まあ、オートフォーカスエリアっていうのは、まあ、オールターゲットなり、僕の場合は 5×5、25マスを使うことが多いんですけども、この広げてあげると画面の全域のどこに鳥がいても、まあ、あの検出してくれて、それにピント合わせてくれると。狭めると、まあ、その
自分の決めたエリアの中にいる鳥をピンと合わせるってことをするので、まあ、僕の場合はファインダーで覗いた時に、まあ、隅っこに鳥が最初からいるってことはあんまりないので、まず 5×5 で、まあ、真ん中に捉えた鳥にある程度ピントを合わせた上で、そのまま、隅っこに配置したりとかってことはあるんですけども、ってことで 5×5 とか、まあ、場合によっては 7×7 とかね、そういうのでもいいと思います。はい、このあたりは、初歩的なところですかね。はい、でもう一つ、まあ、とはいえですね、私もそうですけども、従来の CAF とか SAF を使いこなせてるっていう方もいらっしゃると思います。一方で、まあ、鳥認識 AF はさっき の, あの拡張のシーンなんかもありましたけども、シーンによっては、この鳥認識 AF の方が追いやすいシーンも、まあ、出てくるという、まあ、その両方ですね、やっぱり使い分けるというか、使いこなすっていう考え方も大事で、その場合にはこの切り替えをサッとできるようにですね、例えばファンクションレバーにですね、鳥認識 AF と CF とかを入れておくとか、あるいはホームポジションの設定でスモールターゲットを入れてあげるとかね、そういうふうに、とっさに切り替えられるようにして、鳥の動きとか大きさ距離なんかを見て都度変えられるようになるのが、まあ、応用かなっていうふうに思います。なるほど、瞬発力と判断力。そうですね、というわけで、先ほどの4シーンなんかも鳥認識 AF をするとこうやってね、ちゃんと顔にピントが合ってくれるということになります。いろんなシチュエーションですね。全然違うシチュエーション、まあ、もう一ついいのが、横位置でも縦位置でもちゃんとね、あ、それ嬉しいですね。いちいち場所変えなくていいっていうのはね、すごい楽です。結構、まあ、本の仕事とかだと縦位置の写真欲しいとか僕らも言われること多いですし、まあ、そもそも横とね縦両方撮るとバリエーションも出ますから、使ってあげるといいと思います。それは便利ですね。はい、じゃあこのあたりが基礎的なお話になってきます。ちょっともう一本ですね、動画撮ってきたので、また見ていただきます。これ楽しみ。じゃあ実際の撮影風景ですね。キュッと白に来てカモに、カモを撮ってそのままファインダーの、てかカメラの向きを変えて連続で撮ってます。みんな同じ位置からね撮ってて、この後見てほしいんですけどね、顔の位置が大きく変わってもね、ああやって変わって追ってましたね。水面に行ってもキュッと飛んできても川に行く、実際撮れたものはこれと。そうです、そうです、まあ、綺麗だな。ファインダーの中でね、こうやってね拡大してみたりして、あ、拡大しながらね、コマ送りもしながらこうやって連写した感じ、なんか流れるような作業ですね先生のカメラ操作綺麗。後ろ姿でもね、まあ、これくらい鳥離れてると顔ってよりは鳥の体全体をですね検出する感じになります。でここまで近づくと顔ですね、水飲みに来ましたね。水飲み来たの可愛いね。あ、でもね、後ろ行っててもちゃんとその後川にねキュッて行きますもんね。そうそう、早いですよね、顔に映るまでが、ね、しかもこことか結構ねもしゃもしゃした入り組んだ場所だけど、ちゃんとで、まあ、黒いチカチカ映っているのはあのシャッター切った瞬間、電子シャッターの瞬間ですから、でファインダーの中で拡大するとこういう感じになる。バッチリなタイムで切ってるの分かりますね、これね。目にピントが来ているというところ。いや、これは興味深い、ちょっとずっと見てられるわで実際に撮ったものもこれです。かわいいね。だこのシーンを撮った後に、あ、順番逆ですけど、まあ、これと同じ時に撮ってるわけですよね。それでも設定を全く変えることなく、まあ、鳥認識 AF にしておけば、まあ、止まってるシーンも動いてるシーンもとりあえずカメラが追ってくれると。まあ、今回のテーマね、鳥認識 AF で始めるですけども、ね、まずは最初につまずいてしまうところを、鳥認識 AF を使ってみることによって、実際にどういうね、動きをするのかを、まあ、見ながら徐々に学んでいくことができるのかなと思いますし、そういう、まあ、言ってしまえば一番面倒くさいところでもあるわけですけども、それをね、カメラに任せてしまえれば、まあ、より鳥を見ることに時間を割いたりとか余裕を持ってね、アプローチできるんじゃないかと思います。そうですね、大事なこと、まあ、そういうところですね。はい、はい、で、まあ、次ちょっと話題を変えまして、
鳥認識 AF で始める野鳥写真というテーマに今回したので、はい、今までお見せした写真というのはこちらにあるですね 150-400mm という大きくて新しい、大きいといっても2キロしかないんですけど、はい、2キロないんですけども、そうなの、見かけによらず軽いの、こちらのレンズをいきなり始めるっていう方はもしかしてちょっと少ないのかなということで、そちらにある 300mmF4 のプロレンズと、はい、100-400ですね、はい、100-400ですね、手前側にありますね、あと、まあ、40-150mm の F2.8 のプロレンズ、うんうん、この辺でまず始めましょうという写真をですね、ですね、撮ってきました。まあ、講座なんかでよくお話しするんですけども、うちの近所にはね川が流れててよくそこに写真撮りに行くんですけども、その散歩ついでに持ち出すにはですね、まあ、こちらにあるような今ご紹介したような小さいレンズっていうのは非常にまあ楽ですよね、これで持っていけばいいんで、でかつまあ 800mm 相当になるというので結構な引き寄せができます。で、始めるというテーマで言うと、水辺っていうのはまああの鳥が見つけやすいと、開けているの で、うんうん、で大きい鳥も多いですし、うん、動きがゆっくりな鳥も多いと、でかつ光も多いので、まあ、ブレとかも防ぎやすいと、うんうん、まあ、水辺っていうのは野鳥写真を始めるのに非常に適した場所だと思います。でその上で、鳥認識 AF を使えばね、細かい設定抜きにしてとりあえず始めましょうってことができるわけです、うん、身近になる。このイカルチドリなんていう鳥なんかもですね、大きさはムクドリぐらいって言ったらわかるかな、これくらいかな、かわいい、この丸さがたまりませんな冬はね結構プクプクしてるんです、ね、こうやって羽膨らまして、ただこうやって見ると周りの小石に紛れるような色をしているわけなんですけども、ね、保護色ちゃんとですねカメラが鳥を見つけてくれて、周りの小石ではなく鳥にピント合わせてくれたっていう写真ですね。でこのまま同じ場所に座っていて、もう一枚キセキレイという、今度は背景を水にしてみました、ね、お腹がいいですね、ちょうど目立ってちょうどね特徴のキセキレイの、ね、黄色も見えてるっていうのと、まあ、これもですね見ていただくと足元の石を見るとよく止まってる形跡があるんですよ、こうやって印がついてますね、まあ、そういうところで待ち伏せていて、うんうん、糞がついてるんですけどね、うんうん、こういうので鳥がよく来るところをまずまあ見極めて待つことができると、うん、で実際これ写真はもちろん止まってますけども、背景は水川なので常に絶えず流れて、うん、まあ流れによってはちょっと空の青が強くなったりとか、あるいは波打ったりとかいろいろするわけですけども、うんうん、そちらに惑わされずに、ちゃんと鳥にピントが合ってくれてますね、バッチリ。もう一つ 300mm の F4 のレンズもですね、はい、よく使われる方いらっしゃると思います、ずっとやっぱりオリンパス、カメラの、ね、中では、野鳥撮影のメインのレンズだった期間も長いですし、です、ね、はい、持ってらっしゃる方も多いと思うんですが、こうやって改めてですね鳥認識 AF を使うと非常に楽して撮れると、これなんか空間をですね開けたかったので、まあなんていうんですかね、鳥をちょっと端っこに配置してますけども、ちゃんとカメラがまあ別に横に配置したからといって AF エリア変えたりとかする必要もないですし、うんうんうん、そのまま撮れると。これなんかはですね都内の都市公園みたいなところで撮っているので本当にお手軽な感じで撮影してますね。すこの胸毛っていうんですかね、綺麗ですねこのラインがね、すごい綺麗な模様をしている鳥です、ね、あのカモの仲間ってオスもメスも、まあ、綺麗なんですけども、うん、オスのが派手なもののが多いんですけども、あ、ね、このカモに関してはオスでもこの色なんです。シックですね、おしゃれだわ、ね、模様はすごい綺麗、ね、この構図が生きてますね。でさらにお手軽レンズ 40-150mmF2.8 プロっていうね、そのさっきの話の続きじゃないですけども、まあ、水辺っていうのは人に割と慣れてるカモとかサギとか見かける機会もありますから、 300mm 相当になるこの 40-150mm とかでもね十分楽しめると、日常の中で楽しめるという、そういう、鳥たちであり、まあ、レンズでありというところですかね。大変使いやすい万能レンズですね。そして、まあ、テレコンバーターも、使いました。この時は MC20 を使ってね 600mm 相当ですね。
素晴らしい。でパッて飛んできた鳥をそのままパッて取っただけですけども、まああの十分綺麗にね羽広げてくれてますし、結構見応えのある写真にはなります、うん、これが日常の散歩の中で撮れたら楽しいんじゃないかなと思いますね。大自然の中にいるみたいな望遠レンズで一部切り取ってあげるとなかなか面白いと思います。羽が綺麗だな、メーベみたい、すごい。で、まあ、300mmF4 のプロもね、これも都市公園で距離が近かったのでなるべく画面に入れてあげることを意識するわけですけども、うん、とはいえ目線の先は開けてあげたい、うん、構図的にはそっちの方が落ち着くかなというので、っていうのを考えても、ファインダーで追っかけながらですね鳥をどこにでも配置できるので、あ、これは近づいてきたからちょっと、今までであれば F エリアを右に寄せたりとかっていうのがあったわけですけども、そんなことせずにねスッと構えて撮れるって感じですね、うん、構えて追ってれば、ちゃんとカメラが鳥を認識した状態が続けばこのように構図を整えた上で撮ることもできます。いいですね、構図作りを優先できるの嬉しいですよね。その辺の自由度ですね、やっぱり僕らとしてはバリエーションがいろいろ撮れてた方がいいので、あの本とかで求められるときもちょっと右、もうちょい左がいいとか、結構ねわずかなところがね、縦が欲しい横が欲しいいろいろ言われるので、まあ、その切り替えをですね、何もなんて言うんでしょう、まあ、面倒くさがらずに面倒くさい作業なくできるっていうメリットは明らかにあると感じています。というわけでですね、ぜひ EM1X をお持ちの方はですね鳥認識 AF を入れ て、まあ、身近なところでちょっと鳥取ってみようかなとか、始めてみてほしいと思います。はい。